最後にちょっと一つくらい言ってみようかな。この京都ドライビングパークっていう、このコース結構いいね。今まだニュルブルクリンク走れないか。東京エクスプレスウェイってのすごいな。ウィロー、鈴鹿、いっぱいコースあるね。ちょっとまずこのドライビングパークちょっとやってみようかな。結構ここ走って楽しい。てかこの、なんかこれ似たようなステージさ、6とかにはあったよね。若干違うけど、ちょっと行ってみようか。ドーン、モーニング、デイタイム。イブニング結構ね、日差しが眩しくてね、前が見にくい。ドーンとか行ってみようか。車、あんま速い車ばっかり乗んのもあれだから。フォルクスワーゲンのゴルフとかでもいいんじゃないか。ちょっとこういう車で、マニュアルでちょっと練習してみようかな。マニュアルかな、赤。ああ、赤いいね。赤いいな。ちょっと試してみようか。じゃマニュアルで練習してみよう。で、もちろん、ビギナーです。あんま速い車ばっかり乗っててもね、レーシングコンセプト？いや、そんな速い車来ないよね。それぞれカテゴリーってのが決まってるんだよね、今回はね、車によって。だから PP とかそういうのはあんまり気にしなくてもいいって感じ。いや、いいね、やっぱゴルフ。ホットハッチとか俺すごい好きだからさ。まあちょっと、レーシングカーばっかり乗ってたから、ハンドリングとかね、そういうのは。同じ感覚でやってしまった。あ、シビックタイプ R 欲しいな。シビックタイプ R 買おうかな、俺。ちょっとマニュアルで練習してみるか。よし、行くか。FF だからそうか、こういう登り道はタイヤが浮くのかないと。ふわっとした感じがありますよ。まず全然感覚が違うからさ、難しそう。マラソンなんか積んだ方がいいかもしれない。これ市販車になると結構改造したくなる。マラソン積んだ方がいいですね。いやー止まれない止まれない、全然止まれない。市販車はやっぱりセッティングした方がいいね。はい、レーシングカーとかはもうさ、特に俺が何か手を加えるまでもないけど、この市販車はやっぱりブレーキングバランスを変えたり、ブレーキングマンが弱いですね。ブレーキングバランス変えたり、ダウンコースをもうちょっと効かせた方がいいんじゃないかな。バラストモッドとか積んどってきた。レーシングカーとかさ、本当にビジョングランツリスモとか最高のハンドリングをやっぱ誇る車に乗ることによって理想っていうのが分かるから、どういう風に近づけていけばいいかっていうのが分かる。2速も落とす必要ないな、3速で。ちょっとバラストダウンコース強めにして、あと
バランスを積んでブレイキングバランスをもうちょっと強くしてもらえるかもしれない、はい、酸素が必要なの基本4着で、このコースすごい走りやすくて練習になる、すごいブレーキングが全然違うね。普通の市販車だからレーシングカーと比べるってどうかなって、まあ、全然挙動が違いますね。もうブガッティとか乗ってしまうとさ、やばい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 、止まる、全然止まれない、全然止まれないね。ABS 効いてんのか、タイヤがロックしてるから2回に分けて踏まなきゃダメだよ。そんなに速度は出てないけど、そんなに速度は出てないけど、やっぱりそういうことか。この時点から、いや、この時点から踏んでもダメ、ちょっと待って、全然ダメだこれ、車が止まらない、怖いね、なんか止まれる、ね、レーキ踏んだ時の車が前に進むのが傾く感じが、なんか酔いそうになる、そこまではプレッシングがいかにすごいか分かる。これはセッティングいろいろした方がいいです。ってか言ったら別にこれも俺が持ってる車じゃないかセッティングの仕様がないんだけど、いやー全然ダメでしたね、ひどいね。ちょっとこれ見てるかな、とかちょっと稼ぎたいから、ちょっとリプレイでちょっと見てみるか。いやーこんな感じなんだ。あと1回だけちょっとやってみようかな、やっぱり1回なんかレーシングカー乗っちゃうともうなんか普通の車をなかなか乗りこなすのが難しくなってくるね。ちょっとこれも1回ちょっとすかな、モーニング眩しいんだよな、ダスクあたりでいいんじゃないか。いやーやっぱちょっとちゃんとしたこういうなんか結局ここら辺に行ってしまうな俺、ダメですね、
これとか絶対早すぎてもう操れないと思うんだよな。マスタングのラリーカー、マスタングのラリーカーくらいだったらそこまで速くないからじゃん。マニュアルでいいか。いやちょっと一回コースを覚えたいからオートまで行くか。これもギフトカードで全部もらったやつ。よし、ちょっと今日はこれやったら一回終わりだな。一回終わりちょっとやることやりますか。周りがもうラリーカーばっかりになったね。別にラリーじゃないんだけど。よし、ちょっと行ってみっか。ちょっとこのコース覚えたい。いやー全然違うな、やっぱ挙動が当たり前だけど。素直に曲がってくれるっていうハンドル切れない。バランスとかがいいんだろうな。ブレーキつけると車の挙動が乱れない。とかいつも広いな。
そうでもしなきゃいけないなと思ったからもういいや。いや難しいな、抜くタイミングっていうのはやっぱりね。お、でもクリーンレースしたから今のクリーンレースだったのか。俺全然クリーンレースするとすごいね、お金とか経験値が増えるんだ。いやー今全然クリーンレースじゃなかったぞ俺、ぶつけまくってた。いや本当はねこの視点でやり運転したいんだけど、こっちの方がかっこいいから。難しくてさ、これやって前が見えないからさ。今日じゃあ一回ここら辺で終わりかね。よし、終わりですね。お金も結構貯まったからなんか1台くらい車そろそろ買えるんじゃないか。そんなに高い車じゃなかったら買えそうな気がするけど、でも現状今持ってる車ギフトでなんかどんどんもらえるしね、無理して買わなくてもいいかなっていう気もするんだよね、正直ね。どうすっかな、この後やっぱちょっと寝た方がいいよね。明日午前中から授業あるしな、このままずっと寝ないでオールするっていうのはさすがに厳しいような気がしてきた。ちょっと寝るか、じゃあ。あー、松田のアクセラも欲しいね。綺麗だね、これは欲しいな。うん、いいな。スカイアクティブ。かっこいいな。いろんな車のパターンがあるんだね、これ。いやー、レクサスも欲しいね。まあ、とか、か、終わりだね、一回ね。終わります。